ふう、だいぶ落ち着いたな。シルボ博士に呼び出されるまでどうしようか。他の仕事でもこなしておくか。今の時間は。ハンバーガーです。どうぞ。ありがとう。ははは、やはり昼はピザに限るな。またピザですか。458の影響でな。取り上げられちまったのが惜しいね。まったく。A reminder to all personnel. Motivational seminars are held at the faculty auditorium from hours 17 to 18 on Thursdays. Come on down and get motivated. お仕事した後のコーヒーは最高だな。景色が最悪だが。この前の記録、見せてくれないか？ああ、かまらんが、何に使うんだ？少しいたしは、ちょっとこれ見てほしいんだけど。これは？先月分のログなんだけど、不審なのがあって。本当だ。セキュリティ部門に報告。本日のセミナーを担当するメイナードです。よろしく。さて、今回のセミナーは、モチベーションの維持についてです。財団に勤める皆さんにとって、モチベーションの維持は非常に重要なことの一つであり、万が一それがなくなってしまうようなこと。Maintenance, Crew, Alpha, Report to.Light containment. Elevator. 6A. 4. Safety. Inspection. ロウナ、見つかったか？ない。そっちは？こっちもない。そうか。19時から始めるぞ。資料室まで来てくれ。すまんな。極秘裏の実験だから、館内放送では流せない。わかりました。向かいます。おお、来たか。早速報告書をまとめるぞ。すまないが、少し席を外させてもらうよ。ああ、会議の時間ですね。わかりました。こちらで進めておきます。シルボ博士、一つ質問。が。博士？ただの停電ではなさそうだ。収容違反か？わからん。とにかく状況がつかめないまま迂闊に動くのはまずい。とりあえずこの部屋に何か使えるものがないか探そう。くらっても見えない。だいぶ経ったか？銃声と悲鳴はやんだが。しかし、放送もあのぶっ壊れた自動音声だけ。何があったんだ？電気も復旧しないし。情報伝達もない。この状況、普通だったら。考えても仕方ない。目も慣れてきたし、何か探そう。何か、使えそうなものがありそうなのは、
ここぐらいか。これは使える。ついてくれよ。よし、一応使えるな。ここで救助を待つこともできるか。ドアもいかれてて閉まらない。こんな狭い部屋に適正生物が入ってきたらそれこそ終わりだ。仕方ない、とりあえずは避難先を目指そう。緊急時の避難先は倉庫 A1 だったな。どうせ待ってても死ぬんだ。覚悟を決めろ。決めるんだ。なんてことだ。倉庫 A さんはこの先。助けて。助けて。誰か生きてる？助けて。電気室、復旧できるかもしれない。あ、よし。これでいけるはず。よし、電気が戻ったぞ。ああ、なんてことだ。何か使えるものは。お借りするとしよう。こちらエドガーだ。誰だかわからないが、電気を復旧してくれたこと、感謝する。現在、規模は不明だが複数の収容違反が発生している。可能な職員は、倉庫 A1 まで避難してくれ。申し訳ないが、捜索は行えない。事態が全くつかめない状況だ。すまない。繰り返す、可能な限り全職員は。よかった。生存者はいる。はぁ、脅かすな。電気を復旧させたのはお前か？ああ。そうか。よくやったぞ。放送は聞いたな。一緒に向かおう。わかった。その前に、その木は？大丈夫か？ああ、大丈夫だ。多分死んだ警備員からこの拳銃を、拝借するときについたのだろう。暗くてよく見えなかったからな。そうか、ならいいが。それじゃあ、向かうとしよう。ああ、ひどいな。ああ、何にやられたのだろうか。よく生きていたな。まあな、宿舎棟にいたから、被害は少なかった。なるほど。まずい。あいつは大丈夫だ。こちらから危害を加えない限り、襲ってくることはない。そうか、よかった。ああ、こっちにも。一体何の仕業だろうか。わからないぐらいにひどい傷だ。考えていても仕方がない。行こう。この先だよな。ああ。よし、行くぞ。銃は下げておいた方がいい。そうだな。手を挙げろ。撃つな、職員だ。ID カードを。